三重県内のニッチな観光情報にスポットを当てた三重テレビの観光 PR サイト旅ニッチ。誰もが写真を撮りたくなるインスタ映え間違いなしの絶景ポイントや、絶対に食べたくなる絶品グルメなどの情報が満載です。今日はこの中からちょっと気になるスポットをご紹介します。さあ、まずやってきたのが伊賀市にある大村神社です。鳥居抜けたら急になんだか涼しくなった感じがします。神聖な空気が漂っているというか。こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いします。こちらこそ。早速、大村神社いろいろお話していただいてもいいですか。はい、そうですか。地震の神様を祀る大村神社。初めに紹介してもらったのは、大村神社の神様のお使いはナマズと言いますので、はい、ナマズに願をかけると願い事を神さん届けてくれる。欄干にね、いっぱいナマズさんがね、並んでますけども。あ、これですね、うん、かわいい。これも願掛けのナマズさんになってきて、お家に持って帰られてナマズに向かって手を合わせると願い事を神さん届けてくれる。ただし願い事によっては無事に新築できましたって、たまに返される方があって、そういった役割を果たしたそのナマズがずらっと並んでるっちゅう。顔ちょっとずつ違いますね、うん、なんか手作り感があるかね、うん、要石と称します。こちらは地震を防いでくれるという言い伝えがある要石。あ、奥に置いてありますね。地方から出てるのはこれだけですけども、はい、地下深くずっと広がって大地をしっかと守ってくれる、沈めてくれる。これがあるおかげで地震がこう起こらずに、うん、少々グラグラしてもね、あの被害がないように、あの守ってくれる、抑えてくれる。もう暑そうでしょう。それでその水をかけてもらうとね、ナマズさん喜ぶからね。お水をかけてあげます、うん、気持ち良さそうでしょ。本当ですね、やっぱツヤツヤと光る感じ、ね、うわ綺麗、すごい鮮やかな色ですね。朱色っていうのかな。朱ですね、うん、これ特徴がやはりこう極彩色、あとは彫刻、はい、手前が龍。あ、龍いますね。よく見ると奥の方見ると今度は唐獅子ボタン、両側にね、彫り物がありますけども、ちょっともうなんか象さんにみたいにも見えるけども、耳がちっちゃい。お、確かに。だから架空の動物のバクかしらってね、おっしゃる方も見えます。昔の人のいろんな願いが込められてこういったような様式になって、これが安土桃山の特徴を表しています。ここから眺めると、うわ、昔の伊勢街道ね、長谷街道と呼ばれる宿場町の雰囲気が、もっともっと向こうから見るとね、はい、あの目印みたいに大村神社の森が見える。そこにこう神社をね、社を設けてお守りしたり。ということで、今回は旅日誌で見つけた伊賀市にある大村神社にお邪魔しました。サイトにはニッチなスポットがこれからどんどん追加されていきますので、皆さんぜひ検索してみてくださいね。